レディーの散歩用に伸縮式のリード買ってきました。リードにつけるやつで5メーターまで伸びる、ビヨーンって伸びるやつです。で、あまり伸びすぎないようにこの、なんだ、これついてます。開けてみました。こんな感じです。ここが紐で伸びるやつです。はい、これが伸縮式トリガー。え？トリガーブレーキってやつですね。で、値段は2000円ぐらいでした。では、実際に使ってみます。あ、ここも紐伸びるよ、もっと。これ多分、首輪とかに直につけれるんだけど、今回はこのリードに、ちょっとこの金具があるので、ここにつけます。ここも伸ばせばもっと紐長くなる。長くする。ここがストッパーが出ます。だから変な話、首のとこからこれ直につけてもそんなもんね。このワンちゃん、なんていうワンちゃんですか。これはナイスキンシュ。あ、雑種。あ、本当に綺麗やね。かっこいい。1歳です。ほら、的に悪いな。どうした？追わないの、追わないの。あの子を追ってる。ほら、ほら、ほら。大きさが全然違う。尻尾ぐらいや。2.78 キロって感じですかね。あーねー、おー、10倍。尻尾がなんかすごい。なんかセレブな色っぽい。ほら、何でもあざわざ見かけたけ。なんか穏やかそうな。この子はバーってどんなに追いかけられたけど、やっぱ中には追いかけられたり吠えられたりして。なんかどうするね。わかんない。まあいい感じでレイディーがカモに近づいて、カモがわーっと飛んでったよ。それなんかとてもこれがみっともないっていうかスタイリッシュじゃない。じゃあ今度もうちょっとレインになんか見つけて匂いつけてるめっちゃ。他のワンちゃんの見つけたの。レインこれ以外の。それはその首輪ってリードで、でこういう部分がこれどこなんですか。
銀杏とかじゃない？銀杏の匂い少ない？だと。なんか自由に歩き回ってます。いい感じやね。やっぱりいいじゃない、こういうのも。これいい、全然映んない。でかっ。手でいける。うん、いいよ。どっちからでも。いいから。うん。あら、こらこら、レイリー。こっちよ。あ、またさっきのこれ。さっきの木はね、おいで。すごい、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 早いわ。なんだか一瞬
かもおらんかも。ここの橋渡ってみるか。さっきカモいたけどね、もういないかな。普通やったね、別に。